みなさん、こんにちは。しょりみちゃんならしほです。はい、というわけで今回ですね、今回はショップリストで1万円分お買い物をしてきたので、そちらの商品を紹介していきたいと思います。ということで5点ですね。5点で約1万円分買ってきたんですね。買ってきたんですか？あ、選んできました。はい。で、でもね、1ヶ月以上前だね。そうなんですよ。5月の半ばぐらいに注文して、6月の半ばにやっと届いたわけです。はいはい。なので自粛期間中だったので、ネットでお洋服を買ったら、はい、あの1ヶ月かかってしまったと、はい、そういうことですね。はい、そういうことですね。みんなネットで買ってたのかな、多分ね。今もうね、解除されてるからね、買いに行こうと思えばいいんだけど、はい、まあね、せっかく買ったので。そうですね、はい、紹介していきたいと思います。まず1着目はこちらです。じゃん。しましまのトレーナーなんですけど、しましまボーダーとか言ってよ。しまの色なんです、これ。しまわなんですよ、これ。あ、しまわって言ったの。しまわの柄なんで、しましまなんです。そうなんだ。しましまでしょ、これ。しましまだけどさ、うん、かっこよくボーダーでとか言わない。しましまがいいの。これはしましまです。そうですね、こちらの本当に何でも合うなと思って。デニムも合うし、普通にね、黒とかでも白でも合いそうだなと思って、はい、買ってきました。こちらフリーサイズ、サイズ S かな、これ。 S で、値段が1190円です。1190円。安いよね。こちら買ってきました。でもいい感じじゃない、ほら、サイズ的に、うん、そうだね、 S なのに結構大きめ、大きめかもしれないけど、ね、うん、いい感じです。はい、思ってた通り。あ、じゃあよかった。普通にデニムとか合うじゃん、うん、かわいいよな、こういう感じ。何でも合いそう。何でも合うの好き、私。はい、ということで次行きたいと思います。次2着目ですね。2着目はこちらです。こちらデニムのズボンなんですけど、短パンですね。短パンにしたんだ、スカートじゃなくて、うん、こんな感じの短パンです。え、選んだよね、一緒に。忘れちゃった、スカートかと思ってた。短パンですでね、どうかな、大きさね。あ、どうだろうね、ウエストが。そうですね、どうかな、後でちょっと履いてみましょう。履いてみましょうか。で、ちょっと調整効きそうだね、脇。値段が書いてない、これ。値段が書いてない。え、ごめんなさい、これ値段が書いてないんですけど。はい、わかりました。いいですか、はい、次。え、絶対合うよね、これ。ほら、絶対合うよ、ほら。あ、もうすでに、もうすでに合いますよね、これ。なんかわいい。続いては、あ、スカートですね、こちら。あ、スカートですね、これ。見えないんで開けますね、うん。黒いスカートで、あ、それは学校に着ていけないスカートだ。でもめっちゃ可愛いんですよ。見てください、これ。結構可愛くない？これ、こんな感じのスカートで、下がね、レースになってるんですよ。うんうんうん。うんうんうん、めっちゃ可愛いなと思って。可愛いね、めっちゃ可愛いと思って、うん、こんな感じで、はい。で、ちょっと学校に無理だね。無理がある。ちょっと長そうだね。まあ後で履いてみましょう。はい。あとちょっと、あと2枚、あと2着。うん。5点だからね。今もう3点終わったので4点目。次、4点目。じゃーん。開けまーす。私もね、これ覚えてない、よく覚えてない、覚えてない。あー、買ったわ、こういうの。あー、すごい大きいね。可愛くないですか、これ。ロゴが、あのね、腕までね、文字が書いてあるんですよ、これ。すごい、こんな感じで。ちょっと大きいね。確かに。ちょっとダボガボかもしれないけど、まあでも。で、裏にこんな感じで
そっちが裏なんだね。そうなんですよ、こっちが表なんですよ。なるほど、どんな感じになるんでしょうかね。次に5着目、5着目はこちらです。じゃあ、ね、こちらが本当に一番最初にいいなって思った服です。でも本当は今回黒頼んだんですけど、本当はグレー、うん、グレーを頼みたかったんですけど、それグレーでしょ。そうだ、グレーだ、これグレーを頼んだから遅くなったんだ。あ、グレーの、ちゃんとグレーでした。妥協せずグレーにしたんだよね、結局。だから遅かったんだ。うわ、でかっ、でかいね、やっぱりね。もう袖になっちゃいそうだけど大丈夫。フリーサイズなんだよね、これね。フリーサイズだからちょっと大きかった。まあ、ダボっと着るにはいいでしょう、まあまあまあ、いいでしょう、はい。にね、胸元にね、こうロゴが入ってて、バッグにも入ってるわけですよ。うんうん、かわいくない？かわいすぎる。はい、こちらです。はい、絶対さ、これとさ合うじゃん。合うじゃん、これ。こうやってこう合うじゃん。うんうん、みんな合うよね。みんなそのみんな下に合うかね。これも合うし、これも合うじゃん。うん、うん、このスカート何と合わせようかなって話なんだけど、迷うね。ねえ、まあとりあえずそのグッズカードね。どうします、着替えます、今。そうですね、じゃあちょっと着てもらいましょうか、せっかくなので。どんな感じか、はい。すごいスカートだね。でもね、かわいいよね。まあちょっと長いけど、まあ靴は厚底履けば、はい、大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。え、かわいくない？うん、意外とこの友達いいかもしれない。うん、めっちゃかわいいと思います。はい、はい、かわいいね、これ。うん、かわいいね。ちゃんとね、靴も履いて髪の毛とかもかわいくしたらさらにいいからね、はい、バッグとかつけて。いいですね、はい、とりあえず今ね、着てるので試しに、すいません。はい、はい、じゃあ次行きましょう。行きまーす。リー？うん。はい、ということで3着目と4着目を合わせてみました。どうですか？かわいいよね、これも。うん、後ろのね、ここもちゃんと。うん、バッグね。バッグね、おー、いいと思います、はい。出したらどうなんだろう。出すね、出す。うん、出したら結構長いからガラッと雰囲気変わるのかな。こんな感じで。おー、出したらなんかあれだね、スカートのロングスカートの部分がレースっていう。あー、なるほど、うん、これもなんか案外悪いってわけじゃなさそうだね。でもちょっと上がね、大きいからね。確かに、さっきの方がいいかもね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい。次にね、短パンを合わせてみました。こんな感じで、はい、可愛いじゃないですか。こっちもこっちもこっちだろうというか、うん、でちょっと腰がね、あのもう一個ちっちゃくできる。もう一個ちっちゃくてもいいかも。ちょっと緩いね。はい、はい、最近ちょっとお痩せになったみたいで。でもまだまだ全然1キロ減ぐらい。1キロ減か。そっかそっか、もっと頑張りたい。はい、はい、じゃあ最後上着替えましょう。最後のやつね、着替えましょう。はい、はい、ということで最後の服に着替えてみました。こんな感じで、はい、一番楽しみにしてた服ね。可愛いけどちょっと大きいね。可愛いね、うん、可愛いよね。ちょっと大きいんで、ちょっと折ったんだよね。そうなんですよ、こんな感じで折ったんです、まあ、折っても可愛いけどね、はい、シャツだからね。はい、うん、ということで以上になります。はい、まあ学校にね行くでしょ。はい、 T シャツはね、そう、学校にも着ていけるように選んだんで、なるべくねシンプルで、シンプルで、うん、はい、はい、こんな感じです。一番のお気に入りはどれですか？もちろんこれです。あ、それ、うん、一番気に入ってる。一番大きくて、うん、なんか七分袖だなとか長袖だなと思ってたんですけど、折ってみたらなんとめっちゃジャストで可愛くない？これめっちゃ気に入っちゃったんですね。気に入った？うん。スカートは？
下はどっちが気に入った？こっちです。あ、この黒いレース気に入った。こっち気に入りました。でもなんかない他にないようなデザインでいいかもね。だよね、うん、かぶんなそう。デニムはみんなね持ってるもんね。そうですね、ちょっと大きいけどまあね、まあ続く履きはなんとかなるでしょう。まあ、あの黒いのは学校にはちょっと着ていけないのでお出かけ専門で、ね、はい、はい、はい、ということで今回はねウーバーイーツじゃなくて、なんだっけ、ウーバーイーツでしょ。大丈夫？じゃブリストで買った1万円分、はい、約1万円分ですね。購入品紹介を済みました、はい、それではバイバーイ。お腹空いてんの？ウーバーイーツとか言ってウケるんだけど。お腹空いてる。ね、私ね1万円って言ったのにね、うん、こうやっちゃったわけ。6,000円？なんでだろうね。怖い、わけわかんないんだけど、どうした？